戦闘開始。俺たちが復活していることなんだ。お前らの情報はすでに入っている。確かに。戦闘戦闘。なので新しい芸術。芸術は爆発するんだ。敵の攻撃は強力です。気をつけてください。俺に転生された者は何度でも復活する。だがこいつを止めるには。甘いぜ。エンジンやろ、逃げろ。切削の予感だ。サソリ、あんたの強さはそこに魂があったから。あんたの感情は一流中の忍びだった。演じられなかったやつだよ。消すじゃなかったはずだ。いざとなる戦士はチャクライトの使い方がうまくなった。これが黒ひげ総炎の神髄。黒ひげ総炎活撃。勝負あり。奇襲部隊同士の戦いは俺たちの勝ちだ。戦闘開始。ほう、期待をくれる侍。足に強化、そしておのなげ村口不要。だが信念は折れることはない。知れ、はぁ人生だ。行くぞ。そこなの、もしに生倉ではこの足を切ることなどできぬ。果たして生倉かどうか、その目で確かめるという。ここまで教えるの気をつけやるな。貴殿とはかつて戦ったことがある。その時の経験があるからこそだ。参る。うおう、かつてのわしを相手に生き残った者、それがミフネ、お前だったか。中立を締め込んだ逃げ腰の割に槍を。貴殿は何も見えていない、何も気づいていない。だから拙者に敗れた。マイル、うん、これにてごめん、半蔵殿。勝負あり。元々の力の差は切迫。勝敗を決したのは信念の差でござる。戦闘開始。相変わらず強烈な殺気を発生した。さすが、こんなところであの二人と再会するなんて。ナルトが知ったら、なんて言うか。確実にこちらの急所を狙ってくる。油断すれば、俺も危ないな。そら！大下さん！行くぞ！で、最後だ。私は
最後だ。多少の無理は承知だ。だがここで時間をかけるわけにはいくまい。七人衆、なかなかの相手だ。だが俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。息を合わせて。また呼んでください。だがチームは固まるな。なぜこいつは刀を持っている。油断させる作戦か。雷刀牙の使い手リンゴアメイビー、奴の雷撃には気をつけろ。雷を扱う忍びですか。リンゴは早く雷に気をつけないといけませんね。そいつは宝月満月、人種の中でも特に危険な男だ。これ怪物ただ者じゃないか。蛇の人類に気をつけろ。その断りはどんなガードも叩き潰すぞ。なかなかのやり手のようだ。これは注意する。息を合わせて。また呼んでください。みなぎってきたぞ。アサッチジャンプ。アサッチジャンプ。呼んでください。アサッチジャンプ。みなぎってきたぞ。みなぎってきたぞ。アサッチジャンプ。アサッチジャンプ。みなぎってみなぎってきたんだ。また呼んでください。アサッチジャンプ。戦闘開始。お前たちの思いは俺に受け取ったよ。ザブザ、パク、お前たちとあの時戦えてよかった。あの戦いがあったからこそ今になるとはあるんだ。これで最後だ。これで最後だ。無駄だ。こりゃいいわ。怪獣マシンの術。これで最後だ。大キング総雷神。あの時お前は迷っていた。だがその迷いこそお前が人である証だった。お前も白も人間として死んだ。この世にこんな存在じゃないんだよ。こりゃいいわ。使わせてもらうよ。で最後だ。大金総雷神。この子ごと俺を切るつもりか。
してだ。なぜついていけない。ザブザ、お前はあの時白を切ることをためらった。だが今は違う。感情のない人を撃ってやる。貴様らのような平和ボケした忍びは本物の忍びじゃねえ。仲間だなんだ、そんなことを言っている段階でアマチュアなんだよ。これで最後、これで最後だ。大キック将来神。拾い物をしたもんだ。最後の最後まで俺を守る素晴らしい動画だったぜ。ザブザ、本当にお前はそう思っているのか。悪は俺にとっちゃ道具の一つに過ぎねえ。俺のために戦い、俺のために死ぬ、俺のためだけの道具だ。君の実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せて。使わせてもらうよ。怪獣パシッと術。使わせてもらうよ。よし、遅い。よし、怪獣馬神の術。よし、こんな戦いはなしにしよう。敵だったけど、俺、あいつら好きだった。俺もだよ。